問題です。この女の子は M でしょうか S でしょうか。はい、正解は M だと思います。確かめる術がないもんね。はい、今日は左右の目の大きさを比べてその人が S か M か判断することができるということなので、ちょっとやってみたいと思います。まず人相学において左右の目の大きさが異なることを視有眼と呼ぶそうです。で、左右の目の大きさに差があれば差があるほどその人はモテると。不思議なもんだね。俺あるのかな。さあ、ここで見てもわかんないね。あんまりわかんない。まあ所詮その程度だよ。ということで今日はいろんな可愛い女の子をこの著作権フリー写真イラスト素材集っていうサイトから見つけながら S か M かどうかを判断していきたいと思います。まずはこれとかどうかな。左右全然大きさが違う。これが左右眼じゃ、あ、視有眼。右の目が大きいか左の目が大きいかで S か M かって変わってきます。右目の方が大きい女性だと勝ち気で自分の気持ちにも忠実な面が高まります。積極的であり付き合う彼氏や配偶者にもあれこれ指図する傾向があるでしょう。ナンパしにくい完全な S タイプ。この人は本当に右目がすごく大きいので完全な S 女。確かめる術ないけどね。この人も右の目の方が大きいから S タイプ。なんだ S タイプって。まあ S って感じするわ。もしかしたらそういうのって俺らも無意識のうちに考えてるかもしれない。うん、他の写真見てみてもやっぱ右が大きいね。で、多分だけど俺らが望んでるような、なんていうの、あのこういうやつは多分左目の方が大きいタイプだと思う。あ、左の方が大きい人はピュアな気持ちも高まり異性に対して受け身の姿勢で接する面が強調されます。自分の好き嫌いの感情を抑えてしまうので強引な相手や好きでもない異性をはっきり拒絶できず振り回されてしまう恐れも。だから口説きを落としやすくて、さらに変なプレーを要求してもこう断りきれずにやらせてくれるような、そ、なんだろう、手相をなぞらせ、そういう女の子は左目の方が大きくなると思う。左目の方が大きい人が今んとこいないね。この女の子とかどうだろう。他の写真見て比べてみようか。ほら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 、やっぱり左が大きい。いいね、こんな綺麗な足して M だよ。いや素晴らしいね。あと芸能人にも視有眼の人っていますね。篠崎愛ちゃん結構好きなんだけど、この人視有眼です。ほら右目の方がすっごい大きい。ほら篠崎愛ちゃんはドド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 ド S。 マジか。くるみんアロマさん、日本人女性が見たいね。そろそろこれとかどうかな。よくわかんないけどカップルは死ね。あー、この女の人右目が大きいわ。あの、これ俗に言うあれですよ、わがままな女の子に振り回されてる男。かわいそうに。これも絶対そう。コーヒー入れたの絶対男。ほら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 、雑誌持ってるの女の人、男の方はもう手添えてるだけ。かわいそう。本当に絶対わがまま女これは。いやーね、女の人に振り回されてる男ってのはかわいそうですね。カップルに何の恨みがあんだ俺。ちょっと信憑性があるかどうかが謎なので、試しに女性 YouTuber 一人、ちょうどチョコバナナちゃんは視有眼なんでちょっと協力してもらいます。左が大きいね。これで M じゃなかったらどうしよう。まあいきなり SM 聞くのはちょっとなんか嫌だったんで、わがままか言いなりか、ここで聞くとわがまま。まずいな。もうドストレートに聞きます。恋愛に関しては積極的、受動的、極端な話、S ですか M ですか、さあどっち。出ました、積極的です。マジか。友達には S で彼氏には M ですね。 M ですね。やっぱりこれ信憑性あるわ。本当にそうだ。てか彼氏に S な女の人ってなかなかいないよ。 M か M か。マジかマジかマジか。彼氏の前では M か。付き合えば言いなりか。そっか、手相貸してもらおうかな。